すみくんの場合ズルズルっていうよりカクンって感じなのね。何あれ、リリッシュ最近ハマってんな。変な趣味。変わった趣味ね、見せて。まああれですよお母さん、間引きって言ってもね、この年の連中じゃ全然珍しい話じゃないんですよ。ゆういちくんも最近の子供ですから、まあ、何を考えてるか分かんないところもありますけどもね。犯人まだ捕まってない。あいつの子は何をしてるかしか分かんないから怖いわよね。